はい、まあ今回タイトルに多分あると思うんですけど、数学の学習方法、理系院生、まあ京都大学大学院出身なんですけど、今現在ね M1 修士1回生で勉強してるんですけど、僕が実際にやってきたっていうか思う数学の、成績の上げ方というか出来方っていうのを教えたいと思います。で、正直ね、世の中天才っていうの存在します。で、僕はそっちじゃないので、天才の方はもう出てってほしいんだけど、数学ってどうしてもできないよね。うん、僕も苦手です。でも理系です。めっちゃ数学めっちゃ点数取りますって言ってんな。それで、じゃあどうやってやんねん、生徒とかに聞いた時に、こんなん思いつかんとか、どうやったらそんな発想なるねんっていうのがよく出てくんねんな。みんな数学嫌いな人でな、発想が出えへんとか言ってくんねんな。で、僕は思うに違う、発想とかじゃなくて、あんなん思いつかんよ。僕自身解いてて一回も思いついたことないわ、解法を。多分ね、じゃあどうやって点数取んねんって言ったら、教科書の例題っていうのは、教科書の例題、参考書に載ってる例題、もしくは過去問に出てきてるやつっていうのは、もう賢い人が一回解いてくれてるから解法があるやん。もうそれをインプット、覚えよう。 OK、こんなんやったら数学者にめちゃくちゃ怒られると思うけど、数学なんて暗記やと俺は思ってんねんな。何の暗記かあったら、まあ、公式はもちろん覚えないとダメ。だって公式なんて導いてないんや。数学の博士も導いてる人がおるねんけど、それは天才の部類やろ。その人たち、天才が作ったラマヌジャとか、天才が作った公式を覚えて、それを活用してるだけやろ。わかる？結局暗記しないとダメや。ねえ、俺たち弱者、数学弱者っていうのは、そういった公式を覚えるのは当たり前。解法も覚えよう。解法をたくさん覚えて、数学のその引き出しをちょっと増やすんよね。解法を覚えるんやろ。解法を覚えた方がいい。それで、まあ、どんな解法って言ったら、教科書に載ってる例題の解法とか、過去問とか当たり前です。それで、解法を覚えた時に、問題を解くやろ、実際に。違う問題な。違う問題を見た時に、あ、覚えた、あの覚えた問題と解法、問題にそっくりやな、なってほしいね。なった時に、どこが違うかっていうのを探索、まあサーチングして、あ、ここの数字は変わってんな、あ、聞かれてんのがこっちやな。例えば速さの問題やったら、あ、聞かれてんのが道のりやな、覚えたのは速さを求める方やったなって言って、そこを覚えた解法をちょっと工夫したら、解けると思うよね。いける？ OK、それで点数取っていったらいい。だからまずは根本となる答え、解法を全部覚える。例題、問題集。だからもし高校生、中学生がテスト範囲で、問題集からテスト範囲って出るやん。このページからこのページまで。それの、まあ理想は全問題暗記。無理やから、例題っていうのは絶対与えられてんねん。例題あって問題ってあるの。例題は絶対暗記してほしい。例題を暗記して、その後に問題を解いて、あ、この例題似てるからこここうやってって、ある程度解けるよ。だいたい4割から3割は解けると思う。4割から3割ってな。で、6割ぐらい出てきます、解けない問題。全く新しい解法っていうのを覚えよう。OK。だから、覚えることをまずはいっぱい覚えてほしい。いっぱい覚えたら、もうこれは後からわかることやねんけど、その、いっぱい覚えたら数学力ってついてくるんよね。意外と。それこそ発想力。発想力って言っても結局、あ、あん時の解法と、あん時の解法の組み合わせや、で、解ける問題が出てくる。それも結局僕の中からしたら、暗記してるから解けることやん。自分で発想してはないやろ、解法を。ただ、組み合わせてるだけやから、0から1を作ってないよ。うん。1と1を合わせて、答えに出してる感じやから、暗記っていうのが意外と大切。数学は僕の中では暗記やと思ってます。いける？だって答える時だってさ、なんかちゃんとした答え方しなあかんや。なんか、記述でな、従ってとか、点々点なので、あんなも暗記やん。そうでしょ？だから、数学苦手な人っていうのは、まずは大切な教科書に載ってる例題でいいですわ。あれを暗記しよう。
まあ、数学の問題集とかでテスト範囲でやるときに一発で問題解ける人っていうのは、それは天才の部類だと思う。うん。ただ普通無理だと思うねんな。僕は無理でした。もうほとんど初見では解けない。初見では解けない、いいね。その時に答えちゃんと見て、答えちゃんと見て暗記して OK。 暗記して2周目でその暗記できてるかなっていうのを確認する。 OK。 その作業を繰り返したら数学力はつくわ。で、俺ぐらいのレベルにはなれる。俺ぐらいってどれぐらいってな、まあちょっとパワーワードやねんけど、うん、これぐらいや。 OK。 結構夢あると思いません？まあ、ただめっちゃ数学できる人にはバカにされるから、もうそういう時はすいませんみたいになり、うん、オッケー。まあこういう人もおるよっていう動画です。数学が嫌いになりそうやったら、もうとりあえず暗記しようと思って、暗記しようと思って掛け合わせて解法を導く。これ結構おすすめです。てか数学力つくと思います、ある程度だね。うん、バイバイ。まあこれあくまで僕自身の意見なんで、世の中いっぱい数学者います。結構怒られます、こういうこと言ったら。そんなことないよって言ってただ賛成してくれる数学の人もいるんで、まあ多分賛否両論あると思います。うん、バイバイ。